3分でわからん危うく個人の武勇伝動画になりかけた第23装甲師団解説ハッチもあるよう。第23装甲師団は1941年9月にフランスで編成された。当初装備戦車はパクったフランス戦車だったが、これはすぐドイツ戦車に交換され42年4月に東部戦線へ移動。5月27日、第2次ハリコフ戦の最終師団は初めての戦車戦を迎える。性能で劣る単方針3号戦車で T-34-8 両を撃破するも味方は13両を失う。続いて聖職作戦が発動されると師団は連日のように戦い、コーカサスを目指す。3号と2号それぞれ1両からなる偵察小隊が敵1個砲兵大隊を壊滅させたり、3号1両が T-34-4 両撃ち取ったりと人材がいたりしたが、師団長と3号が偵察中に迫撃砲の直撃で戦死するなど全てが順調ではなかった。スターリングラードで第6軍が包囲されると師団も超方針4号戦車を受領し救出に向かうが、包囲陣まで残り48キロのところで進撃は停止、救出は叶わず42年末までに師団は保有戦車の9割を失う。43年、師団は南方軍集団で防衛戦に従事するが、この頃のドイツ軍の状況は悪く、装甲師団といっても、わずかばかりの戦車が付けられた自動車か大体程度のものだった。と評されるありさまである。9月、第2戦車大隊がパンターへの装備更新を終え、師団はすぐさま戦線を突破したソ連軍への対応に回され、第16装甲敵団兵師団と第9装甲師団と共同し敵の封じ込めに成功、友軍のドニエプル川への撤退の時間を稼ぐ。11月に師団の守備線区に80両の戦車を伴った4個師団が襲いかかるが、第560戦車大隊と協力し迎撃、戦車35両、対戦車砲12門を撃破し、さらに迫撃砲陣地にも襲撃しこれを殲滅した。ただドイツ軍の劣勢は覆せず、師団は44年春にはルーマニアまで撤退。ここで新たに59両のパンターを受領するが、スターリン戦車との交戦ですぐ15両を喪失。9月に入るとハンガリーまでの撤退を余儀なくされるが、平原が広がるハンガリーはドイツ戦車に有利に働き、9月からの1ヶ月で師団は戦車228両、装甲車5両、対戦車砲223門の戦果を計上。さらにミーレジハーザーで捕虜となったドイツ兵10名とハンガリー兵1000名を救出する。ブダペストが包囲された後、これを解放するために行われたコンラート作戦に参加するがこれは失敗。さらに3月、ハンガリーの油田を奪還すべく春の目覚め作戦が行われ、これに参加するも作戦は失敗。4月には師団は全戦車を喪失、戦車兵たちも歩兵となったシンガリを務め、オーストリアまで撤退、ここで最後にブルガリア兵の攻撃を撃退し、イギリス軍に降伏した。終わり、平定。